はようございます。網走市議会議員の平賀隆之です。風の強い朝になりました。網走でございます。今北海道2区では松木健康衆議院議員が補欠選挙に立候補して戦われていらっしゃいます。吉川元衆議院議員が大臣だった時代の汚職で辞職をされて、そのために行われる補欠選挙でございます。ぜひとも松木健康衆議院議員の投票をお願いをしたい。期日前投票を誘い合って、札幌市北区東区の皆さんお願いいたします。ゴミを投げながらまた歩いている動画なんですけれども、ゴミ捨てます。今日は容器包装プラスチックと生ゴミ捨てる日です。指も出してきます。そして長野県では参議院補欠選挙、畑さんがお亡くなりになり、その弟さんの畑次郎さんが立候補されてます。畑さんには本当にお世話になりました。ぜひ勝ち抜いていただきたい。そして広島でも参議院補欠選挙行われてます。宮口さんが立候補されています。ぜひここも勝たせてもらいたいというふうに思います。ご承知の通り、多額の現金が自民党の本部から振り込まれ、それを原資にしたのかしていないのかまだはっきりしてませんけれども、多くの地方議員を中心に買収が行われ、それにより事実上失職、議員辞職、こういった形での補欠選挙でございます。広島の皆さん、ぜひ野党にお力をいただいて、ここはしっかりと勝たせていただきたいと思ってます。それでは今日もいろいろと頑張ってまいります。